テストです。よし。チェックでございます。お久しぶりでございます。はい、吉尾ブリログでございます。インザハウス、こんばんは。よろしくお願いいたします。はい。ちょっと久しぶりに定期配信というか全然できなかったんで、お疲れ様です、ほのまるさん。よろしくお願いします。今、やっとですね、編集終わったんですよ。もうテロップ入れずに、昨日の、開けなくなったデータが、SSD を切り替えたら、無理やり開いてこじ開けて、続きから編集することができたんで、はい、今まで 1TB だったものがですね、2TB の SSD になったんで、これからまたサクサクと編集させていただこうと思うんで、よろしくお願いします。前よりパワーアップしたんで、結構どんな動画でも、多分、4K の動画、撮影しても、もうこれで、ハードディスクのね、足りなさは軽減できてると思うんで、ちなみに、まあ、あとはドックを買って、今までの 1TB と 2TB のSSD の外付けをですね、両方とも使っていくっていうシステムで、Mac の方は運用していきたいと思うんで、よろしくお願いします。お疲れ様です、インザハウス。はい。もうね、昨日焦ったんすよ。本当に。これちょっと愚痴をこぼさせていただきたいんですけれども、普段さ、まあ、パソコン、これ Windows もそうなんだけど、Mac もあるじゃないですか。で、Mac の方で編集してて、元の、そのパソコンって、iPhone だ、まあ、知らない人のために、いろいろパソコンとか詳しい方はこの説明いらないと思うんですけど、iPhone ってさ、この中に、なんつうの、ハードディスクっていうか、記憶媒体が入っていて、大体まあ 260GB と 540GB とか、その 1TB とか、その、選んで買うじゃない。で、Mac を買うときも、いろいろ選べるんですよ。その、中の容量っていうか、保存できる場所のストレージを。ただ、購入するとき自分で選ぶので、この Mac は多分540か 1TB どっちかなんですよ。1TB かな。で、本体の容量が 1TB だと、編集で使うときに足りないのね。なぜかというと、Mac のシステムが入っている状態で 1TB なんですよ、その容量っていうのは。で、Mac の容量って 8TB ぐらいまで増やせるんだけども、本来のその Mac というか、Apple の元から入ってる正規の最初から SSD とかを搭載すると、その SSD が普通に 8TB とかにしちゃうと、本体が例えば30万ぐらいするんじゃない8TB にすると60万ぐらいになっちゃうんですよ。だから、そんなの買えないじゃない。だから皆さんというかほとんどの方は、このちっちゃいさ、記憶媒体、外付けの SSD を取り付けて、やったりするんですよね。本体が Mac のこうコンピューターじゃない、ノートパソコンだから。で、他に安い方法もあるんですよ。ちょっと安めの、例えば、パソコンの中に入れ込む、M2.SSD というこういうメモリー、本来、中に入れて使うものを、外付けのケースに入れて無理やり Mac に繋ぐこともできるんだけど、不安定な場合が多いのと、あんまりスピード出しちゃうと動画が壊れる場合があるんで、僕は、正規の元から売ってるちょっと高いんだけど、その SSD 媒体っていうのを使ってるんですよ、いつも 1TB とか、そのサムスンのやつが一番いいんで。で、これ2TB の媒体があって、その 2TB のものを、ハイグレードモデルって言って、毎秒 2000Gbps で書き込めたり読み込めたりするものと、普通の1000ね、毎秒1000で読み込める。もう1000だったら、2000の方がすごいじゃないですか。1秒間に2000のデータ通信ができるんで。で、Mac は、僕の M1 MacBook Pro なんで、Thunderbolt 4っていう USB の端子の規格があるんですよ。これは、形は一緒なんだけど、ここについてる iPhone の USB はただの USB Type-C なんですよ。これと同じ形で、USB コードに稲妻のマークが入ってるやつ、サンダーボルト4っていう規格で、最大 40Gbps で通信ができるんですよ。そこにコードをつなぐとね。ただそれも、サンダーボルトのコードを使わない限りダメな、普通のその辺で売ってるこういう USB のコードじゃダメなんですよ。で、本体の中の SD カードに容量を入れたり出したりするのは、毎秒6000ぐらい出てるんですよ。でも外付けにして、何かを付けることによって、スピードがどうしても落ちるんで、どうせだったら4000まではいかなくても、6000まではいかなくても、40Gbps で通信ができるものを、4000までいかなくても、せめて2000は欲しいなと思って、ハイグレードのモデル1万円ぐらい高いもの、だから4万5000円ぐらいするやつを買おうと思ったんですけど、調べてよかった。これね、知らない人買っちゃうと思うんで、今のうちにちょっとこれ動画の中で言っときますけど、外付けの SSD でスピードが出てる、サンダーボルト4規格で Mac 対応、サンダーボルト4規格じゃなくて、書いてなくて、ジェネレーション 2×2 っていうタイプの、外付けの SSD、サムスンとかのこのサムスンとかのエクストリーム、これ Mac に対応ですよってお店では普通に売ってるんですよ。で、これは1050秒なんですよ。1050、毎秒1050でメモリに入る。で、もう一個の高い方は、2000でほぼ倍のスピードで入るんだけど、なんとですね、MacBook では、普通にハイグレードのモデルを買っても、サンダーボルト4の USB 端子の規格が、このジェネレーション 2×2 ってやつに非対応なんですよ。使えるんだけど、実際早いと思っときながら、測ると、1万円の違いで4万5千円するものと3万円ぐらいのものがあるんだけども、安い方とスピードが変わらないんです。これはね、お店の人に聞いてもわかる。お店の人は、いや、こっちの方が、もう一個の方が早いですよ、すごいですよって言ってくるんだけど、実際調べると、どんなに最先端の MacBook Pro を持っていようと、1050以上出ないっていうね。で、1050以上出すスピードを買うには、M2 ドット規格の、SSD カードを外付けのものに挿して、それに見合ったサンダーボルト4規格の線をつないで使うことによって、かなりのスピードが出る爆速の SSD が誕生するんですけれども、それめんどくさいし、もしね、やってみて壊れることも多いんですよ。もともと中で使うものを表に出して冷やさないで使うもんだから多分壊れるんですよ。だから、この、ノーマルの MacBook 使ってる人はこのノーマルバージョンの安い方の SSD を購入しないと損をします。俺のめっちゃ速いぜって言っときながらスピード実はハイグレードモデルとこのモデル Mac で使ったら、4K の動画で例えば2、30分あるものを書き出した時に、1秒しか変わんないです、スピードが。倍のスピードになるはずなのに1秒しか変わんないんで、この劣化版というか下のモデルを絶対に Mac の人は買う。Windows だったらもっとスピード出るの。Gen2 ジェネレーション4で USB 端子3、USB3.0 か 4.0 に対応したものを買えば最高なんだけど、Mac に関してはこっちでいいです。っていうお話から始まりました。もう話すこと終わりました。よろしくお願いいたします。はい、お疲れ様、お詫び屋さんお疲れ。SSD は高い。約5万円の出費。ラムアミダブツ、ハセピン、ウオー、こんばんは。SSD2TB 超えると高い。そうなんです。よくわかりません。書き出し読み込み。そう、よくわからなくても大丈夫なんです。ほんとマジで、それはね、間違って買わないようにしていただけると。はい。あとですね、今回僕、スピードを出すためにね、昨日ね、はい、買ってしまいました。ロジクールのミニキーボード。これ、マジで使いやすいです。ノートパソコンのここだと、スピードに限界があるんですよ。で、このキーボードってここにも使えるし、こっちの Mac にも瞬時にボタン1個で切り替えて、両方で使えるんで、どっちでも使える。だからテロップ今度入れると、今回は 4K の動画で、ちょっと昨日 SSD が足んなくなっちゃって、書き出そうとしたら、1TB の SSD の中に、編集してレンタリングして書き出す前に、999.99992 になっちゃったんですよ。だからもうデータが開けなくなっちゃって、それで、昨日動画アップを諦めた。やべえ、もう2日分ダメになったと思ったんですよね。ダメになったんだけど、この SSD を購入してきて僕が今日復活できたんでよかったなっていう。またもう一回あの作業を、多分5、6時間分でしょ。もう一回やるのは俺にはできないです。同じことを。うん。っていう話です。はい。竹本さんこんばんは。はい、今ね、SSD の話を一生懸命してました。はい。あ、ちなみにこの間来ていただいた僕のダダ流し、生配信。すいません、喋らないで。もっとチャット欄が自由に皆さんでチャットをするような感じで使ってもらえればいいかなと思ったんだけど、結構喋りかけてくれてた人もいたみたいで、一切画面の方を見てなかったんです。すいません。さすがに面白くないよね。だけど、たまに、ちょっと編集とかが忙しくて、できないときは、ちょっと配信、ちょっとまたやらせてもらおうと思うんで、その時はチャット欄を自由に、使っていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。はい。ノブさん。まあ、そもそも SSD は速いので、そこそこ速度出てればあんまり作業に影響ないですよ。動画はデータ大きくなるから大変でしょうけど。マキタさん、インザハウスこんばんは。生編集、ハセピー。はい。生編集で思い出したんだけど、なんだっけ？なんかやるっつったよね。なんか忘れちゃったよ。MPX を取るのと、あれだ、あれ撮りたいっす、バーサテイルの動画。よろしくお願いします。ちょっとなかなか時間合わないですけど、はい。よろしくお願いいたします。ちょっとおならがしたい。あとね、これはいいや。お楽しみにしと。一個、多分再来月ぐらいから面白い企画を、一個俺の中の実験でやろうと思ってるものがあって、それは別に関係ない。みんなが定期的に見ていけるものでどうなるかっていうお話の動画なんですけど、これはまだ話さないでおきます。見てのお楽しみにしとく。うん。結構ね、いろんな、なんか生きてると普通になんかいろんなネタが転がってるんですけど、あまりそうできないじゃない。うん。で、あとはね、今月、サバゲーの、今回久しぶりに爆裂祭に行ってきたお話なんですけど、爆裂祭、かなり全部回ったんですよ。で、今回申し訳ないんですけど、ぜひ見てほしいんですけど、動画がですね、本当は前編後編に分けようと思ったんですけれども、すいません。4K で、1時間20分ぐらいありますんで。で、一応、アップするときに、ちゃんとチャプターつけます。例えば、何分から、例えば、じゃあ、41PX、何分から、チムエルさんとか、そういう感じで、何分で自分の見たいところに飛べるようにしとくんで、いつもめんどくさくてそれ作んないんですよ。超めんどくさいんで終わった後にそれ設定すんの。で、やったことないんですけど、多分ほら、最初から最後まで普通に流し見で、見てくれる人はいいんですけど、見たくない人いるじゃん。こう、マウスでクリックしたり、指でこう進めて、見たい人だけ見たいみたいなのあると思うんで、一応チャプターを付けさせていただこうと思います。はい。CAT2、3週間旅行中。その後でいいね。じゃあね。うん。まあ別に長い動画ウエルカムありがとうございます。はい。若者じゃないので、短くなくてよ、本当長い動画ウエルカムですか？この間ね、爆裂さんの時に馬場さんに久しぶりに会ったんですよ。ただ馬場さん、今回動画のところに出てくるの忘れちゃった。運営側で忙しくて、一瞬その動画に出てきた時あったんですよ。ただ、仕事場の方が一緒にいて、ちょっと案内してたんで、動画のところそこカットしてるから、今回馬場さんいないんだけども、馬場さんファンの方すいません。今回は、いつもね、人任せで、馬場さんとかいると馬場さんに全部任せちゃう、喋ることとかを、任しながらお互いに進めていくと、すごく楽なんですよ。俺一人で喋ると、そのうちネタが尽きるっていうね。だから今回、ほのまるさんの、ちょっと言ってくれたコメントとか、俺がパクりながら、はい、自分がまるで言ったようなことにしながら、周りの人を巻き込んで、動画にしてありますんで、ちょっと見にくい部分とかありましたら、ご了承いただいてよろしくお願いします。あとね、この撮影機材、ちょっと新しく変えたんで、一応水平は保たれてるんですけど、ちょっとこう画角が見づらい部分もありますけど、そんなにジンバルはついてるんで酔ったりはしないと思うんですよね。うん。なかなか普段俺いつも使ってるんだけど、いつもアキラさんに撮影任せるんじゃん。毎回違うカメラ渡してるんで、やりづらかったり操作方法わかんなかったりする場合があるんですよ。だんだん慣れていくと思うんでよろしくお願いいたします。はい。今回、馬場さん、運営サイドです。入り口にいた。はい。山ちゃん、吉尾さんお疲れ様ですか？ああ、山ちゃん、会いたかったっすね。いなかったね。うん、絶対会えると思ったんだけど、いなかった。はい。なんか俺ね、1時過ぎだもん、行ったの。うん。僕のキャットもバーサテイル。あ、みんなバーサテイルなんだ。今回、馬場さん、運営サイド、そうそう。モアビアさん、カートップポーターのらチャンネルさんは、長編動画だらけですが、人気あるんです。あ、なに、カートップボーダーのら。それは車かなんかの、あ、釣り動画なんだ。釣り動画、カートップポーターのら。長い動画いいですよね。作業しながら見るのに最適です。ありがとうございます。馬場さんとお会いできましてよかった。嬉しくてハグハグしちゃいました。ハグしゃむ。ハセピ、バーサテイル軽くて良いです。あのね、俺が今回973のコーナーで、バーサテイルのその、あれを触らせてもらった時に、マックさんの銃をちょっとお借りして、的を撃ったんですよ。的を、バーサテイルで。そのレーザーの的なんですけど、自分でもびっくりすることながらめちゃめちゃ速いスピードで全部当たったっていう。多分5、6周してるんで、ちょっとその部分見ていただけると嬉しいです。はい。ひまじんさんこんばんは。はい。笹川さんこんばんは。吉田さん、皆さんこんばんは。はい。よろしくお願いいたします。今回、爆裂さえ行けなくなってしまって、すいません。大丈夫ですよ。もうしょうがないですね。足が痛い。足が、じゃ骨折治ったら、割り勘で飲みに行きましょう。割り勘で飲みに。骨折治ったら、じゃあ僕がご馳走するから飲みに行きましょうっていうのは言えないんです。はい。お金を使ってるんで、使いすぎて、なかなかね、おごることができないっていう。はい。今ね、的当てまくりでしたよね。ハセピーの的にも当てますけどね。ただ今回は動画の中でかなりね、ちょっとあれですけど、ハセピーのね、やらしい顔がもうずっと映ってますよ。あと、チムエルさん可愛かったね。うん、俺がそうやって言ってって言った対応もしてくれて、すごく、言わせてるんで、決して子が自分で言ってるわけではない言葉なんで、よろしくお願いします。その部分楽しいですね。吉尾さんのおごりじゃない。そう、僕のおごりじゃないです。そんなにお金持ちじゃないんで、結構カツカツなんで、おごりじゃないですね。ノーさん、割り勘いいですね。よろしくお願いします。はい。別に折れてても、いや、折れてて飲んだら痛いよ。治りかけぐらいだったらいいけど、俺ちょっとだいぶあとね、今回ね、動画見るときに楽しんでほしいんですけど、あまりにも、人間次世代をやりすぎて、ここがなんか痛いんですけど、急に痛がるシーンが入ってるんで、そこ、あ、やっちゃったと思っていただけると嬉しいです。はい、その部分で、ここをやったんだなと思っていただければ。ただね、暑いね。爆裂祭なんか暑くて、もう夏ですよ。俺なんか七分だけの変なトレーナーみたいのを着てったんですけど、マスクしてたら汗だくになりましたからね。うん。まあ、あとはまあ太ってるっていうのもあるんだけどね。中の暑さは、結構しんどいっていう。で、結構ね、そうだ。まあ、今はつけなくていいか。動画いろいろ撮ろうと思って、あ、そう、あと、まあ動画まあでもここで見しちゃったらダメか。まあいいや、その辺はちょっと飛ばしておきます。肋骨やってるの人間自体やって大丈夫じゃないです。大丈夫じゃないです。吉尾さんたちの爆裂最後のお食事美味しそうでした。あ、上野まで行った、御徒町ね。うん。池袋で飯食おうと思ったんだけど、なんか、サンシャインが前って、お金先に前もって払えれば最大料金で車止めれたんですよ。で、サンシャインで4000円分、5000円分以上から買い物しないと安くなんないんで、うわ、バカバカしいなと思って、どうせだったらじゃあ食べ放題ラムチャン行こうよっつって、ラムチャンって羊ラム肉の食べ放題なんですけど、上野まで行って、ラムチャン行って帰ったっていう。ただめちゃゴミですよ、御徒町。もう日本人がいなかったからね。うん。ラム、はい。あ、そう、マヨさんも出店します。もちろん撮影させていただきました、マヨさんね。お久しぶりに会ったの。マヨさん超人気だったよ。マヨさんとこ行って、喋るタイミングを探そうと思って、まあ、お客さんと喋ってるときは、ほら、他のお客さんの邪魔になるから、絶対、後からにするんですよ、僕たちって。ただ、永遠に、お客さんがどかないんですよ。多分、マヨさんファンだと思うんですけど。なので、戻ってきていて無理、戻ってきていて無理、戻ってきていて、3回目で撮ったんで、結構後ろの方になっちゃいましたね、動画がね。あとね、撮るの忘れちゃったとことかあったんです。まあ、撮るの忘れちゃったというか、立ち寄れなかったというか、人がたまたまいっぱいいて。やっぱりお客さんの邪魔にならないようになるべく撮影していくんで、客がいるとそのまま素通りしちゃうんですけれども、あれ、今回一応動画の中に本来普通は、人の頭の上に誰々さん、誰々さんって結構入れるんですけど、それ入ってないです。もうわかる人前提で見てもらうっていう感じで、さすがにね、1時間20分ぐらいの動画があると、テロップそこまで入れて、で、ファイナルカットって何かテロップを入れたりとか作業を工程するために、元の動画を上書きして、そのコピーされて、レンタリングするんですよ。そうすると、編集してる間にどんどん、莫大な、ギガ数になってっちゃうのね。で、本来だってこの動画1本ですよ。今回1時間20分の書き出しが、たったの 29GB ぐらいの動画1本で、SSD が編集の時に使った容量が 999GB なんですよ。と思ったよね。そんなことあるって思って、困っちゃったんですよ。そう。普通に考えたら、これ 999GB ってことは、2テラの SSD とか持ってなかったら編集できないっていう話じゃないですか。失敗だよね、今回。撮影自体を、なぜか 4K のまま撮って、いつも家で短めの動画とか30分ぐらいの動画を撮るときって 4K 撮影で全然十分なんですよ。ギガ数も上がらないんですけど、さすがに1時間20分 4K で撮影したら、普通だったら、多分、4K の 30fps で、音声とかのマイク使わずに、結構いろいろいじってやったんで、普通、多分 GoPro だったら1時間半持たないんですよ。その撮影が。ただ、本当に今回びっくりしたのが、これオズモ。こいつはね、すごいっす。4K で、気温の暑さの中、電源入れっぱなし、ね。電源入れっぱなしで、撮影して、一回もフリーズとかをしないっていう。そんなことって普通ありえないんですよ。4K で。そう、しかも、これ、替えのバッテリーないんで、ここの本体と、ここの下の、この、ミニバッテリーね。これミニバッテリー、これがミニバッテリーとか外付けのバッテリーなんですけど、ここに三脚が付いてる状態で使えるのよ。これって、こうやって。ね。これを挿しとくと、先にこっちから使ってこっちをなくすっていう状態なんですよ。しかも、電池が例えばバッテリーなくなるとするじゃないですか。で、こっち使っていくじゃない。もちろん、ここから給電もできるんですけども、15分で、ほぼ満タンになるんですよ。この 100% から減った。で、100% でも、多分1時間だ。これ2時間ぐらい全部で撮影できるってことで、一発で。これは、すごい。うん。画期的です。この、バッテリーの減らなさ。もちろんこんなね、ジンバル付きのやつだからサバゲー動画は撮れないんですけれども、ただ、これと同じくらいすごいのが DJI の Osmo Action 4っていうやつなんですよ。GoPro を抜いたかっていう感じの俺の中では思ってるんですけど、それもバッテリーなくなる、そっちはバッテリー入れることができるんですよ。普通に GoPro みたいに。ただ、それって、それもバッテリーゼロになっても15分ぐらい充電するとほぼ 100% になるんで、1日無限に撮影ができるし、4K にしても動画落ちないんだって。しかも、ここにつけてるとすんじゃん。ここにつけて磁石になってるんでカチャってつくんですけど、ボタンを押しながらパッて外して瞬時に、この、なんつうの、手持ちのやつに切り替えたりっていうのをいちいちネジ回したりしなくて済むっていう凄さがあるんで、それは欲しいね。今月は買えないですけど。はい。明日から大阪署、寄れなかった、インザハウス、あれあ、DK さんインザハウス、はい。寄れなかったところで模型パドックと、模型パドック寄りました。はい。明日からの大阪ショットショーは来ないのです。休みじゃないです。いけません。はい。爆裂祭の話だけど、後でちょっとゴーストバスターズのお話をさせていただきたいです。動画の解像度の問題、アキラさん専用カメラ、万能型アクションカメラ最強と言ってるレビュアーさんもいました。本当。そう、これはね、オズポケ3です。オズモの案件じゃない、DJI の案件ではないです。ただ、ところどころに挟んどくと、やっぱりね、見てくれる人がいて、案件来ると思うんで、頑張ります。はい。山ちゃん、素晴らしいです。はい。マクさん、すごいカメラ。iPhone だった熱量暴走。ジンバルだから、車載できませんねって。ジンバルだから車載で、オズも、どうだろうね。車載、激しい動きは無理じゃない？うん、横にぶっ飛んだら大変だしね。うん。多分やめた方がいいような気がします。はい。ですね、動画の書き出し。83%、長え。やっぱさすがに時間かかるね。長えな、83%。あと1ミリなんですよ。83%。うん。で、絶対に今回は、ほぼ確実に、動画の審査通らないんで、ちょっとかけて、まあ、かけて、もうどうし動画審査落ちてももう明日出します。うん。日曜日？明日土曜日か。土曜日の夜出すと、再生数伸びないんだけど出しちゃいます。いつまでも待ってらんないんで。これが終わったらすぐさま、アキラさんと一緒にこの間雨の日、水曜日に撮影した、バック。で、今回のバック、皆さん、できれば、ちょっと見てもらえると面白いです。あえて、動画のところには、サバゲーっていう言葉は入れないようにしてます。これなぜかというと、一応、案件なんですよ。今回のバックパックの動画出すんですけれども、ただ、バックパックの動画を出すんだけど、なぜ俺をそれが受けたかっていうと、もしかしたらですよ。俺の中ではもうすでに抜いてるんですけども、業界のサバゲーバッグを抜く勢いで使いやすい使い方ができるサバゲーバッグに変わるバックパックなんですよ。決してサバゲーのカバンとしては売ってないです。全然使い勝手の用途は別物ですけど、それも動画の中ではあまり一言二言ぐらいしか言ってない。なぜならば、出してくれた人が、全然違うカメラのバッグなんで、サバゲーとは言えないじゃない。だけど、明らかにそれを意識してるから、おそらく僕のところに来たのかなって、ちょっと思った次第、多分違うと思うんですけど、わかんないけど、その辺を踏まえてみんなの頭の中でこういうこんな使い方の形だったら、これもしかしてすげえ使えるじゃんって思う方は中にはいらっしゃるかもしれないんで、今回の、多分来週ぐらいかな、出すバックパックの動画はぜひですね、ちょっとサバゲー好きな方も見ていただけると嬉しいです。はい。自分は疲れがどっと出て爆裂したよ。いや、お疲れ様です。すんげえ混んでたよ、だって。オーライトのバックパック案件じゃないです。全然関係ないところです。僕はオズモポケット持っていて、車載で積んでいたら水平を保とうとして良いそうな動画になりました。エアかな？後ろにあるのですか？エア？ AER？ 何？ AER って。これ違うよ。これはこのカバンは、黒いカバンは、なんだっけ。マンハッタンポッテージのブラックレーベルです。すごい使い勝手いいから、ミステリーランチでもないんですよ。多分まあ言えばわかるんですけど、内緒にしときます。楽しみがなくなっちゃうんで。そういうなんか、ミステリーランチとかそういう系のカバンじゃないです。うん。そう。一応ね、すげえ頑丈だし、おそらく、めちゃめちゃ重いものを背負っても肩がまず疲れないのと、あと、僕が思ってる重いもののカバンにはこれがついてなきゃいけないっていうのがちゃんとついてるんで、背負った時の力強さと安心感が全く違うっていうね。で、もちろん自立しますんで、使えますっていう話なんですけど。一個だけ何点かちょっと残念なところはあるんですけど、別にそんなにバックパックって高いものでも、高いものだってさ、高いものだとカバンってすげえ高いじゃないですか。まあ、物が良かったりそういうものになると。だけど、そう、僕の中の高さって、大体、そうね、バックパックでちゃんとしたものだったら、4万円から5万円、4万円を超えてくるとちょっと高いかなっていう、うん、感じになりますよね、カバンのすごいやつって。モノリスじゃないです。ハザード4とかそういうんじゃないです。サバゲーのブランドとかではないです。はい。全然関係ない。全然、ほんとマジで業界とかサバゲー業界、全く関係ないカバンなんで、ただ僕の中であれはサバゲーバッグに使えるじゃないっていう。しかも、ハンドガン入れても、ね、長物入れても、すべてをカバンの中でグラッチェしてくれるんですよ。グラッチェとは何なのか。動かなくなる状態。ぴったりはまって動かなくなる。しかもその銃を守ってくれながら、BB 弾とか他のものも詰めていけるじゃないっていう。その BB 弾とかも縦に詰めても下に落ちることなく、すんなりと、まるで、ロッカールームの、こういう話を俺は、動画の中ですればよかったのに、今回ちょっと真面目にやっちゃってるんで、そういう、ちょっと人がそそられるような話はしてないんで、ちょっともしかしたら失敗かもしれないですね。まあいいや。マグホース。なんだろう、マグホース。この間、サバゲー行くのにワークマンのバックパックで、それもありです。ワークマンのバックパックは最強ですよ。ワークマンのズボンとかパンツとか、マジでコスパが高すぎて、本当に、俺最近だから GU とかユニクロもすごいのよ。質もいいし、物がいいし、みたいな。で、多分さ、世の中高級ブランドとかいろいろありますけど、俺が最近思ってるのは、どんなものでも、例えばじゃあ僕が使ってるこのガジェットポーチ。これ、ウランジのガジェットポーチなんですけど、めっちゃ安いんですよ。2、3000円ぐらいで、まずこの質感、しかも水に入れても大丈夫な止水チャックになっていて、中を開けるとすごい容量なのよ。ガバッと横開きにできるっていうね。しかも、例えばここにじゃあ、ポーチもう一個入って、これは、これ DJI のポーチ入ったやつ使ってるんだけど、ポーチ入れて、ここにカメラ、オズモポケットちょうど真ん中にドバッと入るんですよ。で、その状態で、綺麗になる布を入れて、モバイルバッテリーまで入れて、ボールペンを置いて、ね、他のものも入れてパンパンにしたとしても、すんなりと水に濡れずに持ち歩ける。しかも安いっていう。で、大きさがちょうど、カバンの底にぴったりはまるサイズなんですよ。こういうカバンの底にぴったりはまるサイズ。これは、多分、めちゃめちゃ使い勝手が本当に良かった。本当にいいっす。ねえ。ウランジ、そう、いいよ、ウランジのこの激安ガジェットポーチ。しかも、激安なのに、見た目かっこいいっていう。はい。モノリス、元はテニスのバッグですが、なんだろう、楽しみ。モノリスは元はテニスとかのバッグ、そうなんです。言わないです。余計なこと言わないです。はい。吉田さん、ハンドガン動画待って、そう、ちょっと待ってね。撮影する暇というか、他の動画が詰まっちゃってて、なかなかですね。はい。靴はほぼワークマン。腰に優しい。それにぎっしり札束を入れたい。札束欲しいですね。札束。ハセピーの財布の中に札束がすげえ入ったんアキラさんは見てますよ。ハセピーの財布の中で札束がぎっしり入るっていう。山ちゃん、やっぱりって、これどこのやっぱり札束ですか？札束？そう。そんな感じで、ちょっと一瞬カメラからはけて、一服タイムです。この一服タイム中できればですね、皆さんでもおしゃべりいただけると嬉しいです。コメントは一応読んでる。ハセピーさん、ついに会社のお金を。はい、ハセピーさんは石油王か。石油王なのか。うん、じゃあ、ハセピーね、じゃあ、オーナーではないんですけど、ハセピー普段結構節制してるっぽくて、あまりお金を普段使わずに、そういう時にガバッと使うっていう風に言ってるんですけど、嘘だね。持ってるんですよ。小麦を。まあでも、ハセピー、タバコ吸わないしね。酒飲まないし。そんなに多分、俺とかほら、タバコ吸ったりとかさ、酒飲んだりとかさ、なんかいろいろ金使うけど、やっぱ他のことに使わない分、お金使えることが多いんじゃないですか。多分そういう感じだと思うんだよね。ちなみによければ、右上のですね、動画の左上にあるですね、ちょっとカメラ隠れちゃって、クレイジーミートさんの、そう、カメラもうちょっと上に向けないとあれなんですけど、こんな感じ。ちょっと上、行ったかな。もうちょい下か。はい。クレイジーミートさんのですね、トートバッグ、もらいました。ただでくれたんで、動画の後ろに飾らせてもらってます。はい。今でしょ、私も酒もタバコもやらない。映画の話になったら何か書きます。はい。お肉屋さんですか。青木さんでしたっけ？その後どうなったか。あ、俺わかんない。知らない。ただなんか誰かに聞いたんですけど、こないだ、俺ね、ほら、先週してたんじゃない？読んでなかったんですけど、連絡先渡したみたいですね。ね、その後が気になるよね。ワンチャン。たださ、別にさ、これでさ、まあ、本人いないからあんま言わないけど、もし連絡なかったとしても勇気はあるよね。ただ僕らも焚きつけたり、煽ったりしたのは、どうなんだろうね。俺は応援したかったんですよ。ただまあ、なかなかね、やっぱりこう、失敗する場合もあるんで、その辺は温かくしてあげてください。はい。作業配信中に渡したっていう書き込みあったよね。あったよね。言ってたよね。誰かね。俺、人から聞いたのよ。作業配信中にやったものは、はい、動画が正常にですね、書き出しされました。動画が正常に、正常に書き出し終わりました。OK。おめでとうございます。後でアップロードします。やっぱね、多趣味だとお金使いますよね。車なんか1万金かかるじゃん。俺はパソコン関係の機械系とかがすげえ金かかるというか、最近なんかやってってハマっていくと、どんどんこう、必要なものが出てくるんですよね、なんかね。そう。エアガン手放して CAT 買う予定です、ひまじんさん。あ、いいよ、ひまじんさん。CAT のバーサテイルいいよ。バーサテイルのストックいいよ。最高だったよ。すごいのよ。うん。じゃあちょっとここらで一回サバゲのお話一回止めて、ゴーストバスターズの話にちょっと一瞬させて。ゴーストバスターズ。フローズンサマーっていう映画を見てきたこの間、アキラさんと一緒に。ね。ただただ、フローズンサマー。ただただ、主役の女の子。ね。主役の女の子を心配そうに見守るだけの映画でした。ただただ、心配そうに男たちが、おっさんたちが見守るっていう、もちろん映画として面白いんだけど、そこまで面白くないのよ。やっぱ、これって、あ、小口さんこんばんは、この間ありがとうございました。どうしてもね、やっぱり自作になるというか、作り方がもっと熱い感じを求めているもの。ワンの出来が良すぎて、なんとかサマー、周りのサマー、なんだっけ、田舎のやつが良すぎて、今回のゴーストバスターズに関しては、面白いんだけど、まあ、多分じわじわ面白くはなっていくと思うんですけども、なんか派手さが足りないというか、危機感が弱いというか、まあ、悪くも良くも、ゴーストバスターズって感じの映画でした。ただみんなが出てくるのは熱いのよ。ところどころでほろっとするシーンというか、昔のゴーストバスターズの作品を好きな人だったら楽しめる部分っていうのはたくさんあるんだけども、主人公の女の子以外のキャラクターがどうしても弱い。うん。どうしても弱いのよ。メガネをかけたフィービーちゃん以外のキャラクターが弱くて、ただただ心配そうになってその子を見つめてしまう映画というのを、アキラさんと俺の感想でしたね。はい。ネタ割れしてない。ただただ見守る映画です。ただただ主役の女の子を見守る映画。はい。吉田さんは映画館よりも家電量販店に行ってる、行ってる頻度が、そうね、家電量販店とかヨドバシカメラに行ってる頻度が多いですね。うん、エアガン屋よりも。お疲れ様です。こんばんは。はい。小久さんには今回、動画に出演していただいたんですけど、顔から下ね。顔から下だけ。ちょっと一瞬出てます。はい。リキさん、あれ、オッペンハイマーを見に行った。いや、僕は何言ってんですか。オッペンハイマーよりも、ゴーストバスターズを見に行くに決まってるじゃないですか。はい。自分も PC 関連、ライブ、サバゲ、映画、漫画、クリエイティブな用紙、インクなどで金子を消えていきます。そう。漫画、クリエイティブ系。そう。ネタバレなし。はい。ゴーストバスターズはマシュマロマン出てきますよ。ミニマシュマロマンが。で、今回、ここちょっと持ってきてないんですけど、駐車場代を、割引させるために、あと1000円使わなきゃいけないんですよ。アキラさんと俺で3000円だったのよ、映画が。1500円でお互いにチケット買って3000円で、そのレシートプラス、日比谷のミッドタウンは4000円使わないと、駐車場安くならないんですよ。なので、欲しいものがなかったんだけど、ゴーストバスターズの、マグカップを買いました。はい。ウィル・スミスとトミー・リー・ジョーンズは出てきましたか？出てきません。はい。ウィル・スミスニュースあります？自分はアンタッチャブル犯罪都市3を見に行ってました。俺の中のウィル・スミスニュースは、インスタグラムで見かけた、エクソシストの、新しいやつあるじゃん。エクソシストのほら、なんだっけ、あの人。グラディエーターの音、ラッセル・クロウが主役の神父さんで、ウィル・スミスのやつ。で、次の悪魔が、ウィル・スミス出てたんですよ。これ知ってる？ウィル・スミスが悪魔役で出てたのよ。これマジなのかフェイクなのかわかんないけど、もしそれが本当だったら多分でも本人だったからね。めちゃめちゃ面白いと思いますよ。うん。あ、バッドボーイズ。はい。新作公開しますの9月ね。バッドボーイズね。はい。もちろん見ますね。サバゲー捨ててガジェットに、いや、走ってはいないです。ただ、もともとガジェットが好きなんですよ。これ。サバゲーの銃とかもガジェット感覚でやっぱ触るじゃない。俺の場合だと。ガジェットだ、おもちゃと一緒で、ガジェット感覚なんですよ。だから、例えばね、いろんなものありますけども、例えば今回もこれね、エイムビジョンの新作とかも、はい、これ、もちろん動画作ります。その時詳しく話しますけども、ガジェット感覚なんですよ。やっぱりいいものはいいっていう。うん。マトリックスの新作どうすかね。もうやってほしくないな。最新作もだって。やるのマトリックスまた。それは俺知らないですね。やるっていうの初耳な感じっすよ。マジで。もう下行っちゃったバッドボーイズって広島の暴走族の漫画のことですか？違いますマトリックス作るみたいです。マトリックス企画が上がるみたい。作るのか。企画倒れしそうですけどね。うん。ただどっちかっていうと俺はファイナルファンタジーのこのリバースがめちゃめちゃ面白いのにもかかわらず、めちゃめちゃ金かかってるにもかかわらず売れてないらしいのよ。どうしてもその制作に見合わない売れ方をしてるんで、次の続編の完結編がどうなるかが僕は心配です。うん、なかなかね、もう今ゲーム作ってもすげえもの作っても売れない時代だよね。サブスクとかあるから。もうそんなにだってやらないっしょ。大人になってから。あの頃の、例えば、まあ、今ほら40代ぐらいになってるわけじゃん、ファイナルファンタジー好きな人って。ゲームとかそこまでやる暇ないじゃん。なので、プレステ5も守らない、まだプレステ4が全盛期というか、まだみんな使ってる人いるじゃないですか。そこからプレステ5になりました、プレステ5限定になりました、ファイナルファンタジー。しかも、リバースの後の真ん中の作品ということで、それをめちゃめちゃ売れるかって言ったら売れないわけじゃない。どうしても。だから、難しいですよね。うん。難しいよ、こればっかりは。うん。そう、みんなほら、あの頃、ゲームやってた人って他の趣味ができたりして、いろんなそのゲームバレたりしてるじゃない。ファイナルファンタジー7が出たあの頃の子供の頃っていうものに関して、その7、まあ76世代ですよ。僕なんかも76世代なんだけど、76世代って、いろんなものに興味を持っていって、いろんなその趣味が、俺もゲーム一回やんなかった時期とかもあったんですよ。ただ、好きになったものを、いろんな新しいものを、吸収して生きていくんで、趣味がコロコロ変わるんですよね。なので、例えばじゃあ、何かすごい他にいいものができた場合ってゲームとかやんなくなるんで、そのゲーム機械とかを買わなくなるわけじゃないですか。俺は、そのゲームとか、その例えば家電とかそういうものに関しては、どんどんこう、新しいものを使ってみたいっていう気持ちがあるから、やらなくても買うのよ、本体って。例えば、昔懐かしい 3DO とかさ、セガサターン、ドリームキャスト、セガサターン、ドリームキャスト、ニンテンドー64、ファミコン、スーパーファミコン、3DO、FM マーティとか、その、すごいマニアックな機械まで全部買ってたんで、ゲーム機って、ゲームが一歩、だって 3DO なんか当時、松下電器かなんかどこだっけの機械で、ゲームができる機械だったんだけども、それで買ったゲームって俺2本しかないですからね。ゲームの本体を何万も出して買って、それで遊んだゲームが2本。うん。FM マーティンに関しては当時10万円近くしたのかな。あの頃の10万円って結構でかいんですよ。で、FM タウンズっていうパソコンで、その頃パソコンゲームがだんだん PC9801 からだんだん出てきてて、MSX、X68000、MSX、PC980、Windows になって、Mac になって、その時 FM タウンズって FM の出してるものがあって、そこでしかできないゲームがあったりして、そこに、インディアナ・ジョーンズのゲームが出たんですよ。そのインディアナ・ジョーンズ、アトランティスの謎っていうゲームがあって、それは、そのルーカスフィルムのゲームなんですけれども、そのゲームのために脚本を書いて作られたインディアナ・ジョーンズのゲームなのね。アトランティス大陸に行くっていう物語で、上から見下ろし視点の、マウスでクリックしながら進んでいくようなアドベンチャーゲームだったんですけども、それがやりたいがために FM マーティーを買った記憶があります。はい。めちゃめちゃ懐かしい。俺多分だって、秋葉原がまだラオックスとかそういうオタクの街ではなかった頃ですよ。本当にパソコンだとか電気街だった頃の秋葉はよく行ったんですけれども、最近でもう全く別物じゃないですか。メイド喫茶なんてもなかったんで、その頃。もう、パソコン館つったら、外国版のパソコンのゲームとかジャケ見たりして、いいな、やってみたいなとか思いながら、こう、ワクワクしてる時期、ゲームで。だから、ファミコンとかもさ、海外版の NS とかのソフトが売ってたりして、当時俺ゲームオタクという、ゲームオタクではないんだよ。だけど、海外のゲームが好きで、ファミコンを持ったんだけど、日本では発売されてないゲーム、例えばじゃあ、エルム街の悪夢とか、13日の金曜日とか、ちょっと映画のタイトルとかそういうものに関して、アメリカ版のファミコンを持ってればそのゲームができるんですよ。ただ、めちゃめちゃクソゲーなんですけど、ただパッケージはエルム街の悪夢だったりするわけじゃないですか。それって日本のゲームでできない映画好きの俺としては、海外版のファミコンを買って、家でやるっていうね。そういう海外のファミコンソフトとか売ったりとか、全部もちろん英語ですよ。英語でわかんないで日本のテレビで作動するゲームっていうのがあったんですよね。それを好きで見に行ったりしてるのが多かったですね。うん。プレステ、ゲームよりさ、プレステヘッドゲーム機やらなくなったマイクラぐらい、ハード系、ドラ系を寝ないでやって体調崩してから舐めてしまいました。やめてしまいました。プレステ2以降は毎回ハード買わないといけないのがめんどくさくなって買わなくなりました。テレビゲームカセットビジョンが最初でその後にファミコンをやりました。たまにモバイル機の PSP5 を引っ張り出してゲームしますが、エミュレーターとして使ってます。PSP5。ああ、エミュレーター化してるのね。最初の海外版の FF はつまらなかった。俺も今はもうこのパソコンではやんないけど、昔パソコンの中に、Windows の中にエミュレーター入れてて、ファミコンの全ソフト、スーパーファミコンの全ソフト、プレステの全ソフトまでは、パソコンの中に入ってました。それって、お金かけないでやれたんですよ、当時。エミュレーターっていう海外のサイトに行って、Windows の中でファミコンを動かすアプリみたいなのがあるのよ。でプレステを動かすアプリみたいなのがあって、そこに、どっかから引っ張って落としてきた、まあ違法ダウンロードですけども、どっかから引っ張って落としてきた、ファミコン全カセット詰め合わせとか、プレステゲームカセット、ゲーム詰め合わせとかっていうのがあって、結局ファミコンのデータって何ビットの世界じゃないですか、あれって一つ。一つが、だって、今のスマホで撮る写真1枚よりも、だってもちろんファミコンのゲームの方が軽いんだからね。そう。その時代からファミコンのゲーム全作品、スーパーファミコンの全作品なんて、普通に、その SD カードの中に入るんですよ、全部。それでやってたんだよね。うん。最初の海外版の FF はつまらなかった。はい。ゲームをやるにしても Steam でいいかなと思ってます。Steam ね。うん。はい、PSP 以降でファミコン、スーファミ、プレステの、時の作品プレイしてます。はい。これね、たまにやるとやっぱファミコンのゲームとかって熱くて面白いのいっぱいあるんですよね。ただよく当時は、感じで遊べてたなっていう。あ、でもね、ただ今ちょっと欲しいものがあって、海外のサイトになるんですけれども、編集ソフトのプラグインが欲しいです。確かね、1万円から2万円ぐらいするんだけど、結局ほら、YouTube 用のプラグインっていうのは、動画の中に動きをつけて、簡単にこう、タイトルをはめ込んだりするような編集ができる、なんて言うんだろうね、テーマがあるんですよ。そのテーマを買ってくると、自由に使えるっていうやつがあるんですけど、それ英語版なんで、ちょっと使い方を覚えてからじゃないとやり方わかんねえなっていう話だったんですよね。うん。それが一番欲しい。グラフィックはレトロでしたけど、ファミコン、スーパーファミコン時代、ゲーム性が高いゲームが多かった。そう。ただね、あの頃ね、Windows のパソコンもそうなんだけども、本当に何かをするためにパソコンが壊れていくっていう。わかんないで、例えばグラフィックボードを積んだりとか、わかんないでメモリ増や、パソコンがある日突然つかなくなるんですよ。で、もう全くわかんないと、すげえ調子悪い。どんどんこう、なんつうの、使いづらくなっていく。そこで俺 Windows から初めて、大人になったからパソコンやんなきゃなと思った時、Windows は会社にあったんだけど、仕事では使えるじゃない？だけど、家で使うのは Mac にしようと思ったのよ。それは iPhone で、一番最初に使った俺、結構スマホにするの遅くて、当時、Galaxy かなんかのスマホを使ってたんですけれども、マジで、年月が経つごとに起動しなくなってる重いの、すっげえ重たいの、あの頃の Android って。で、その時に iPhone に変えた時に、iPhone で使えば使うほどやりやすくなっていくんですよ。で、全然劣化しないし、重くなんないし、誤作動もなかったんで、もちろんほら最近ってさ、そのスティーブ・ジョブズが亡くなったって結構いろんなね、感じで、もちろんその中のアプリっていうものがうまくいかなかったりして、ダメなやつもあるんですけれども、じゃあね、お帰り。はい。はいはい。お帰り。はい。はい。どうぞ。いいの？はい。いいみたいです。そこに座ってるみたいです。はい、ドラゴンズドグマ2に、まあ、タクボさん、ドラゴンズドグマ2さ、どう？なんかめちゃめちゃ不親切だからストレスがたまるっていうのを、YouTube でたくさん見て、まあ、FF もちろんクリアするまで買わないつもりではいるんですけど、本来やりたかったゲームなんですけど、どうなんだろう。うん。セガのゲームギア系の、あ、ゲームギアあったね、俺もね。ボザンナブラザーズとかね。うん。ずっとポケベルだったんですが、ポケベル、ガラケーですね。ポケベルから、ムーバになったのよ、ムーバ。まだドコモショップがあんまりなくて、ドコモショップが、その辺の若者に、ドコモの販売先やってくんねえかって言って、ちょっとあんまり口悪いけど、ネズミ講のように、ドコモの信者をどんどん増やすのを最初やってたんですよ。だから、高校生とかが、ドコモの携帯、何十代か、そのドコモの方の、なんかその代理店かなんかからもらってというか、渡されて、友達にそのドコモを契約していく。その代わり本体ほとんど無料の金額で渡すから契約してっていうのをどんどんそのドコモ信者を作っていくようなのがあって、俺も知り合いの友達の女の子から、ドコモのショップに契約して、そっからずっと同じ番号でドコモを、使い続ける。この間何年 ?30 年ぐらいですよ、ドコモ。おそらく。何年間長期のご利用ありがとうございますっていつも言われて、で、俺の場合、ドコモが長すぎて、もう初期の、ほんとムーバーの時代のドコモなんで、長すぎて、たまに、ちょっとドコモ高いから、他の au の会社に乗り換えようと思って番号ポータビリティの通知しても、ポータビリティでちょっと機種変とかしたいんですけど、いいですかって電話で言うと、今だったら、お客様っつって、うん、何万円分かのポイントを差し上げますので、お考えくださいみたいな感じでいつも言われてポイントが入ってくるっていうね。これあんま言えないですけど。そう。だから D ポイントが欲しくなったら、ドコモに電話するっていう、はい。感じで使うし、もう長いんで、マジで。うん。だからすごいよ。年間1回1万円だったら、いくら払ってんの ?30 年でしょ？12×30 でしょ？ 12×30。12×30 でしょ？ 360ヶ月ですよ。360×1 万円とするじゃない。1、10、100、1000万、10万。今まででドコモに360万円払ってるんですよ。だけども、ここ3年ぐらいは月5万円払ってるんですよ。ドコモに。そうすると、1ヶ月5万円だから、通信料、プラス、もう D 払い。通信で、1ヶ月5万円払い、ドコモの携帯電話と一緒で D 払いっていうのができて、よくコンビニでポチ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 やって、だいたい月5万使っちゃうんで、携帯の支払いがだいたい6万ぐらいなんですよ。なので、ね、そうすると、結構いくじゃない。そう、結構いくのよ。うん、これがまた、ドコモ。自分もスマホに変えたのも遅いです。iPhone6 からスマホに、あ、俺も iPhone6 です。iPhone6 からしました。はい。iPhone6 の後、iPhone 一気に10にしました。その前は、ずーっと使った iPhone6 を。で、10にしたらなんか壊れるの早くなった気がして、10、13、15です。だいたい2年飛ばしみたいな感じで。はい。PC 使い始めたのも遅くて、Windows 8から PC の窓を Excel タイミングも覚えました。俺ね、Windows 使い始めたのはまだ MS-DOS で Windows がなかった時です。PC9801 の時、何もできないっていう。はい。ドグマ2はやってみないと好みがわからないゲーム。ちょっと安くなったからにしようかな。月6万。ファンザで D 払い。6万は石油王が払う。でな、そんなことないっすよ。そんなことないっすよ。だからね、最近なるべくその現金払いにしてるんですけども、どうしてもキャッシュレスが楽すぎて、電車乗るときとかもクレジットカード登録してるからスイカじゃん。で、コンビニもキャッシュ使わないじゃん、あんまり。で、楽天ポイント貯まるかって楽天ポイント使ったりするじゃん。買うものするでしょ。で、ペイペイ使うでしょ。飲み屋なんかもペイペイだとこう、パッと払えるから楽だったりするじゃない。そうすると、翌月の支払いが、だいたいちょっと大変なことになっていて、しかもあれ、物によって、締め日が変わるから、大変なんですよ。でも大変な、まあ払えない金額ではないんで大丈夫なんですけども、でなるべく俺は爆裂祭とかああいうところに行ったときは、今回も結構、本当お金マジ使わないつもりで行ったのに、使わざるを得ない状況というか、やっぱり撮影させてもらったらちょっとずつ使わないとなっていうのがあって、そこそこ、やっぱり万は行くよね。うん。なかなかね、うん。吉田さんね、富豪じゃないんです。血を流しながらお金を払ってるんです。血を流しながら。うん。そう。現金にすると倹約できる。現金にすると、で現金にするとタバコとか買うじゃない。だから、まあでもね、あと、エアガンは我慢できるんですよ。買うの。だけど、パソコン関係って、その機械系とかって今これを使わないと、おそらくダメっていう、うん。そう、なんかね、時間がもったいないという、なんかこれ今使わないと、多分損をする時間を過ごすじゃないっていう感覚になるんですよね。うん。そろそろ iPhone XR から15プラスにしようかと、もう専用ケースが売ってなくて、あ、そうなんだ。15プラス。でももうすぐ iPhone6 出るんじゃない ?16。あ、でも16買うんだったら15でもいいのか。15。タバコやめて、エアガンに回しましょう。回せないんだな、これがまた。やめられないんだな、タバコ。タバコやめられないんだな。ただタバコで最近思ったから、やっぱりベイプで、最近ベイプ吸ってるんですけど、家の中にいるときはなるべくタバコじゃなくて、パソコンやるときとか。で、やっぱりね、あそこのお店、秋葉の41の横のとこにある、上のとこにある、お店の、使い捨ての、ベイプの、ゴーテックのホワイトグレープ。本体2000円か3000円ぐらいで、使い捨てのリキッドを入れて吸いまくれるその煙状のベイプなんですけども、ただ入れるだけで吸えるのよ。USB 充電で。それが、マジで、本当にめちゃめちゃ美味しいというか、タバコ吸わない人でも多分美味しいんだけど、ニコチン入ってないからね。あれはいいわ。うん。だって俺、タバコ吸えない居酒屋とか行った時、あれで我慢できるぐらいだもん。で、普段も車乗ってる時とかは、あんまり、タバコの代わりにそれ吸ったりもしてるんで、結構いいよ。うん。買いたくても我慢している自分。まずね、バーサテイルっていうの欲しいでしょ。で、ピットバイパーも欲しいですね。だからどっちにしろピットバイパーはほら、マトリックスじゃなくてなんだっけ、ジョン・ウィックの影響でちょっと欲しかったんですけれども、まあこれに小金かけちゃってもな、使わないかもしんないね、飾るだけだなって言って。で、昔はさ、エアガンとかいっぱい買ってた時って、俺 YouTube のこの辺の画面に銃を置きたかったんですよ。で、今、YouTube ってライブ配信してるとこに銃が1丁でも映っちゃうと、収益が止まったりするんですよね。なので、かなり厳しくなってる。で、これしょうがないと、俺、いろいろ調べたら、アメリカってもっと厳しいんですよ。銃社会なんだけども。例えばじゃあ、日本でこれタバコ吸ったりしても収益その時の動画止まるだけなんですけども、アメリカって子供が見てる前でタバコを出しちゃいけなかったりするんですよ。で、銃は銃社会でその銃禁に値しちゃうんだけども、まだまだ日本だからそれが使えてる。ただ今回水面下で動いてた日本の、SNS 法案ってあるじゃないですか。多分テレビでやってないからわかんないんだけども、その言論の自由がなくなって、SNS を、政府が、方向性を決めれるっていうやつなんですよ。例えばだから、これはダメでしょっていうのをどんどん止めて、やめさせることができる法案っていうのが、まるでこう、どこかの国みたいになってしまうような法案が通ったか通ってないかちょっとよくわかんない感じですけどもね。ベープといえば、アースノーマット。ベープといえばアースノーマット、そろそろ蚊が出てくるんで、また買わなきゃいけないですね。うん。ちなみにこの間言っていたレボルトの空気清浄機買いました。はい。すごくいい。これ今、こっちのファンも回ってんだけど、レボルトもつけっぱなしなんですよ。で、俺、花粉症じゃないですか。ずーっと鼻ぐしゅぐしゅ、この部屋にいる時って、ぐしゅぐしゅしてたじゃん。全くよ。全く、いかに新品の空気清浄機が最高か、しかもこの機械が性能がいいか、しかも1万円ちょっとなんですよ。いい空気清浄機って結構そこそこ2、3万、4万するじゃないですか。これは1万円ですからね。1万円の空気清浄機2年間フィルターを変えなくていい。PM2.5 花粉、部屋のほこりダストとか猫毛とかペットの匂い、タバコ臭、すべてをクリーンにしてくれる。うん。俺がこんなにプカプカこの部屋でタバコ吸ってるにもかかわらず、ちょっと嗅いでもらったんだけども、一切タバコの匂いがなくなりました。これってすごいことなんですよ。これね、1万円ちょっとでこの機能というか、この状態が保てる空気清浄機。俺は驚きですね。はい。なので、レロモさん、案件お願いします。ハセピーね、落ち。はい。河野がノリノリ。はい。明日はヒノキの飛散量が爆裂。はい。マジか。明日は朝から忙しいよ。明日は朝から忙しいんですよね。今日はこの後動画を、YouTube 上にアップロードして審査をかけて、目次をつけたら終わりです。はい、だから FF は今日もできないっていうね。うんまあこんな感じですかね。じゃあちょっと一服して、もうちょっとしたら YouTube ライブ配信、今日何分からやったんだろう。今、それでも1時間、ちょうど1時間だね。結構ちゃんとおしゃべりさせていただいて、途切れず今日は話したと思うんで、やっぱりちょっと話すネタがあると、最初にバーって話して乗ってきて、それに乗っかった状態でライブ配信ができる。はい。ただこの間本当かな、結構業者さんとかがライブ配信見てますとか言ってくれたんですよね。嬉しかったんですけど、本当に見てるんですかって話なんです。本当に見てますかって話なんですけど、爆笑した時言ってくれたんですよ。だから見てくれてるとすげえ嬉しいですね。もうどんどん俺、どんどんなんか言ってくれればどんどん宣伝しますんで、言ってください。はい、いいものであれば。特にお金も何にもいらないですから。フリーの YouTube なんで、はい。誰もが動画を使って、サバゲ好きの人にはサバゲのアイテムを、ガジェット好きな人にはガジェットのアイテムを紹介できる YouTube でございます。はい。世の中ね、みんな YouTuber の人っていうのは、お値段を取って、お金を取ってやっていきますけど、僕はお金を一切取らないんで、はい。ぜひ使っていただけると嬉しいです。フランク・グリのニュースはね、ないのよ。それはDキスさんしかないのよ。フレンドリーファイアは今日はできない。はい。明日からモンスト、早々のフリーレンコラボで忙しい。俺まだ一回も見てない、早々のフリーレン。ハセピーも早々のフリーレンって知ってんの？アリアスターニュースはですね、最近なんか映画やっては次の映画何やるかも知らないんですけども、ただこの間やっていたなんとかっていう映画が、やっぱり見た人がちょっとムカついたって言ってたんで、やっぱりアリアスターさんに関しては僕とは合わないっす。うん、多分俺がもしまたこのアリアスターさんの作品を見たら、もうちょっと切れると思います。はい。またやりやがったな、この野郎ってなって、またこんなものを俺らに見せやがってっていう感じになって、そのアリアスター監督のことが大好きな人が俺に向かって殺意を覚えながら、その人と揉めるっていう状況ができるんで、はい。揉めますよ、本当に。コメント欄に、あなたはアリアスター監督の何がわかるんですかとか、コメント欄のところに、だったら自分で映画撮ればとか、ね、ちょっと言い間違えたぐらいでランボーの時とか、なんだっけ、なんかの、ロッキーの時とか、そう、ランボーラストブラッドを、ブロッドって言ったんですよ。こう、スターローンがこう、口がこう、なるような感じでブロッドって言ったら、英語もちゃんと喋れねえのに余計な喋りをすんなって言われたんで、ちょっとイラッとしたんですよね。ちょっとイラッとしたというか、そいつの顔が見てみたい？うん。いちいち YouTube 上にそういうコメントを書く時の、顔はどんな顔をしてるのか、その顔を自分で撮って、僕に送ってくれれば YouTube 上のこのライブ配信とかでこう見せながら、こう1時間話させていただくんで、ぜひですね、ちょっとイラつくコメントを送った人は、必ず自分の顔写真付きで送っていただけるとですね、嬉しいです。はい。っていうのをいつも思いながら、ニヤニヤしてるんですね。タッチーさんがそのレビューを上げて、アリアスターはイカれてますからね、褒めてます。はい。揚げ足取りって何が面白いのかわからない。でもね、揚げ足取りの、揚げ足を取ってる人を想像すると、逆に面白いんですよ。暇なのって思うじゃないですか。うん。どんな生き方をしてきたら揚げ足を取るのって、人間ってさ、様々さ、こうさ、生きてくるじゃないですか。ね？どんな生き方をして、どんな生活を送ったら、その部分の揚げ足を取る人間に育つのかを、俺は知りたいです。うん。なんか、どんな家庭で、どんな風に今の状況になってるからそんなこと言うのって、どの口が言ってんのっていうのを、その人をゲストに迎えながら、小一時間喋りたい動画とかを作るのが夢ですね。うん。本当に。カメラの前にその人を置いて、どういう気持ちで上げ足を取ったんですかって、どういう私生活を生い立ちからちょっと順番に話してみてごらんなさいっていうような、動画をですね、撮ってみたいです。うん。そういう人に限って、面と向かって言えないんです。面と向かって言えないんだけどね。ただいない体で面と向かって言う動画を撮りたいですね。吉尾さん、全否定なんで。何がアリアスターの話？アリアスターの話ですか？俺はね、全否定ですね。前否定。YouTube で不思議なのが、動画にコメントして数年してそのコメントに対してリプする人って何なの？不思議なのが動画にコメントして数年してそのコメントに対してリプする人。YouTube で、例えばモアビアさんが俺にコメントをしてその動画に数年経ってから俺が返事をするってこと？それとも、数年後の動画にコメントをする人ってことですか？全皇帝。吉尾さん好き好き。全皇帝全皇帝アリアスターの話ですか？あ、俺のことが全皇帝ってことまあでも、アリアスター超ムカつく。中にはさ、多分あの映画が好きって人もいるんですよ。なんだっけ、映画のタイトル。なんだっけ、アリアスターこの野郎じゃなくて、なんだっけ、映画のタイトル。花のやつ。花のこう輪っかをつけてる映画のタイトルは何でしたっけ？アリアスター監督の、花をここに、あ、ラストサマーじゃねえや。なんとかサマーなんだっけ？あ、ミッドサマー。はい。ミッドサマー。ね。このミッドサマーっていう映画の、たまに、よくツイッターでも見かけましたよ。誰とは言わないですけど、知り合いも言ってましたよ。なんかその頃映画レビューの人たちがいっぱい周りにいたんですけど、その頃周りにいたんですよ。映画レビューの人たちをフォローしてくれてる人が今の俺のアカウントじゃなくて、前の凍結されたアカウントでいたんですよ。ね。まあ映画レビューの人たちが。で、その、有安坂とのミッドサマー見た後に、いや、最高だったと。うん。ものすごく最高で、女性ですよ。その、感銘を受けて、こんな作品見せてくれてありがとう的な、でもちろんそれでも一つの感想だからすごくいいんですけど、どの部分がどういう風に最高に感動するほど良かったのかっていうのをどう考えても、ただ他の人の頭になってみて、多分こういうところを想像して考えてるから最高なんだろうなって、多分ね、これはどういう感情を表してるシーンとか、これは何を表してるとか、いろんなことを考えれば、その映画ってどんどん膨らんでいって、映画って最高になるじゃない。映画にプラスするものは自分の感想と、自分の興味と、自分の想像力っていうものが、その映画を何倍にも面白くして、何倍にも面白く感動させてくれるものに変わるんですけども、それに値しないんですよ。なぜならば、アリアスター監督が思ってるのは、ね、観客で男と女の男女がカップルでその映画を見に行った時に、映画を見終わった後、その奴ら別れてしまえと。ね。そういう気持ちで映画作ってるんです、あの人は。マジで。これマジな話なんですよ。ね。だから、なんで監督さんに俺は金を払って映画に見ていってるのに、その見た後に、こいつ不快だね、バカじゃないのって思われるような作品で、それをこっちに知らしめさえ、たいためにその映画を撮ってるってのを聞いたときに、そんなことってあると思ったんですよ。そんなことって。映画監督さんって映画に対する面白みとか、その中に誰かに伝えたい言葉とか、文字にできないもの、映像を通して伝えていって、これを感じ取ったときにありがとうっていう気持ち、お互いのこのグラッチェした心と心が通じ合う映画と、映画の中の監督さんとは喋れないけど、その映画を見たときのお互いにありがとうっていう気持ちになるのに、監督さんがね、カップルできたらお前ら、この映画どうだ、見てどうだ、喧嘩するだろ、こんなの見て最悪だっただろ、気持ち悪い雰囲気になっただろっていうのを想像しながら撮ってるんですよ。それに感銘を受けたって言われても、ないじゃない。ね？虫唾が走るじゃない。だからアリアスター監督、俺大嫌いなんですよ。本当に。嫌です。例えば、吉尾さんの動画に対してコメントをして、第三者の知らない人が数年後、あ、いる。おそらく、その人は、たまたま数年後にその動画を見かけて、ちょっと面白かったりとか、ちょっとなんか言いたいことがあって、その動画に載っているコメント欄の人を全部読んで、その中の人に対して、物申してるんじゃない暇なんですよ。動画を見るだけで飽き足らず、コメント欄までもちゃんと全ての動画に対して読んでるっていう人なんじゃないですかね。めったにいない希少種ですよ。水戸様、アッテス・トゥーバンって儀式が最悪でした。もうその儀式の名前すらわかんないですけど、おそらく最後なんですけど、ジョン・ウーが水戸様を取ったら見るかも。あ、見るね。見る。見るよ。最後、本当に村ごと破壊してくれるんだったら見ますよ。村ごと消し済みにしてくれるんだったら、喜んで見に行きます。グロ映画好きな子なんじゃないです。いや、あれ、グロくもないじゃない。ただただ不快なだけじゃない。なんか。グロ映画では、例えばイーライ・ロス監督のね、その食人的ななんか後から出てきた映画とかいろんな映画ありましたけども、ああいうグロさの面白さがあって、そこにちょっとしたスパイスが入ってる映画は面白いじゃない。だけど悪趣味でただただ性格が悪い映画を見たくないです、僕。ウォルター・ヒルが水戸様を取ったら見るね。見る。だっけ、消し済みにしてくれますよ、村を。ミッドサマーは考察をして楽しむ映画でした。内容は気持ち良くないですよね。あれはだから考察を、俺の中では考察をするほどのものでもないっていう感想に陥りました。アッテスト版。最初の方のやつ。アッテスト版。アッテスト2版。もう映画を覚えてないです、僕。有安田監督、この野郎、有安田監督、この野郎っていう動画を撮った時に、僕の記憶の中からは有安田監督の水戸様っていう作品が綺麗にですね、綺麗に記憶から消えました。なので、覚えてないです。じゃあ、そんな感じですかね。そんな感じですよ。お腹痛い。じゃ、とりあえずちょうどあと3分。あと3分です。あと3分でこの YouTube ライブ配信は自動的に終わるんじゃない?終わるんじゃない?そう。終わります。23時にします。なぜならば、何もいつもできなくなるから。編集もまだこれからちょっと動画アップロードしなきゃいけないんで、ちょうど23時。もうあと2分ですね。すいません、お疲れ様。いいね。みんな来てくれると、嬉しいですね。なんか、やっぱり定期配信もやっとくと、気持ちがいいですね。喋れると。多分これ、俺のなんか、はけ口になってない。なんか、こう、ガーッと喋るようなはけ口になってる気がするんですけど、ライブ配信ってこんなもんなのかな?俺さ、人のライブ配信とか結構有名な人のやつは見たことあるんですけど、みんなどんなこと喋ってるんだろう。今度見に行ってみようかな、ライブ配信。それ、アキラさんがチムエルさんに、じゃあまたライブ配信でって言ってたら、アキラさんはチムエルさんのライブ配信に行ってんだな。見たことないんですけどね。今度行ってみようかな。前情報なく、何気なくたまたま見て面白いって映画、たまに出会いたいね。前情報なくて、たまたま見て面白い。次回、マイケル・パレ、ニュースがあったらよし、難しいな。絶対走りながらライブはやめた方がいいです。事故ってたやついました。ライブ配信みんな雑談が多めですよ。似たような感じです。なるほどね。雑談ですか。雑談でいいのか。ただね、登録者いっぱいの人はその再生回数がどんどん上がってお金になりますからね。本当に。スパチャもなんかいっぱいもらえるみたいですね。なんかこの間書いてありましたけどね。なんか1万円のスパチャとか来るんだって。すごくない？そんなことある？すごいよね。すごいと思うよ。犯罪都市3がびっくりするわい面白かった。面白かったっすね。面白かった。あそこまで、ね、モブというか敵をスカッとするぐらいまで叩きのめす映画はないですよ。はい。っていう話で、ちょうど11時になったんで、終わろうと、ピッチョさんのライブ2万円のスパチャが飛び交ってる。マジか。2万円のスパチャが飛び交う。すごいね。すごい。すごいね。うん。ちょっとハセピー寝てるけど、ハセピーの誰かライブ配信見てる画面を横からポポーってやって、こう、スパチャやって。ハセピーの携帯で。っていう話で、はい、終わろうと思います。ではですね、よしお Vlog 生配信。はい、定期配信4月5日の分でした。はい、この後動画アップしますんで、動画アップするけど、今日は再生できないですけども、明日でには見れるようになってるんで、ちょっと長い動画ですけども、ぜひですね、見ていただいて、あと、高評価とコメントをしていただけると嬉しいんで、よろしくお願いします。今日のライブ配信もよかったら、高評価ボタンポチッと押していただけると嬉しいんで、よろしくお願いいたします。では、I'll be back。お疲れ様でした。